こんにちは、ママレイカです。今日もご視聴いただいてありがとうございます。さて今日は、カットクリーズ第2弾のメイクをご紹介させていただこうかなと思います。動画第1弾の動画でカットクリーズをご紹介させていただいたんですけど、ちょっとそちらがまあゴーアウト用というかね、かなりガツンと濃いメイクになってしまったので、普段でもできるような軽いタッチのカットクリーズをご紹介願いますというようなメッセージが多々あったので、そちらを今日はご紹介していきたいと思います。では早速メイクしていきましょう。はい、まずはじめに日焼け止めです。日焼け止めと、下地をつけていきたいと思います。ニベアのスーパーウォータージェルと、マックの、フレットプライムスキンを使っていきます。はい、日焼け止め塗ったので、マックの下地をつけていきます。ラスト、はい、キレイママだな。はい、次にシミを隠していきます。このコンシーラー2つですね、LA ガールのプロコンシーラーのオレンジと、あとマーシュフィールドさんの13番クリームファンデーションの、ファンデーションですけど、コンシーラー代わりにして使っていきます。はい、一番ここの濃いシミにはこの LA ガールさんを一応乗せてダブルコーティングをしていきたいと思います。で、あとはスポンジでトン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 って上から隠していきます。はい、次ファンデーションになります。MAC の、スタジオフィクスの2色を使って NC42 と LC50 を使ってミックスして使っていきます。はい、MAC の196のファンデーションブラシを使ってミックスしたものを塗っていきます。はい、次はまぶたのコンシーラーと、ハイライトを入れていきます。使うのはメイビリの122です。はい、でまぶたの下はここを、目頭側をチョンチョンとし、目尻側をリフトアップです。みんなリフトアップです。リフトアップ、これでスポンジで叩き込んでいきます。次はパウダーです。いつものようにエレガンスのパウダーですね。オートニュアンス5で、今日は新しく登場するこちら見えるかな、 MAC なんです。これ MAC の、セットパウダーで、パトリックスパウダーって言って、パトリックスターというメイクアップアーティストの人が、MAC とコラボをして、販売した限定ものなんだけど、これすごいキメが細かくてすごい肌なじみもよくって、ちょっとでもね、限定品だからちょっとここぞという特別な日に使います。でも今日は動画で紹介、これをつけていきます。目の下からこの鼻ですね、小鼻とかをエレガンスでつけます。で、DM の中にね、なんで2種類のパウダー使うんですかっていうご質問があったんだけど、このエレガンスは本当ここってみんな崩れやすいじゃないですか。でもこのパウダーを使うことによって本当毛穴も隠れるし、化粧崩れがほとんどない。めんどくさがり屋なので、あんまり化粧道具持ち歩かないのね。本当にもうリップグロスだけとかなんだけど、これを眉毛もしっかり押さえて、で眉毛描いた後もこのパウダーで押さえると、本当に取れない、絶対取れないっていうことはないけど、でも本当取れにくいし、でマスク今してるじゃないですか。もう化粧崩れもしないし、マスクにパウダーがすごいつくってこともないので、これはめちゃめちゃおすすめです。で、いつものようにこっちのねパウダーを目の下につけていきます。多分ね、ダブル効果っていうのもあると思うんだけど、次眉毛に行きます。はい、眉毛はアナスタシアビバリーヒルズですね。このディップブローとインウィ、資生堂のインウィで描いていきます。はい、眉毛こんな感じで完成しました。で、下はコンシーラーをつけて、ハイライトみたいな感じで、あとは、形付けですよね。で、先ほど説明したように、で、ここでね、エレガンスのパウダーをちょっと上からね、押し当てたり。そうすると、色の厚みもちょっとパウダーがかかるので、濃さがちょっと軽減されるっていうか、こんな感じで持ちが良くなるので、これおすすめなので、皆さん使ってみてください。次はアイシャドウのベース塗っていきます。いつものように MAC の、ペイントポットです。見えるかな？ペイントポットのソフトウォーカー使っていきます。はい、次
次はアイシャドウです。アイシャドウは今日は、ボビーブラウン初登場ボビーブラウンのキャメルといった色を使ってきます。ナンバー5ですね。これはこのくらいの茶色です。あまり赤みもなくってほんとキャメル色みたいな感じで、これを塗っていきます。いつものように、ミニオンブラシで塗っていきます。はい、塗るポイントは自分のまぶたでちょっとこうやるとへこみがあるのね。そのところを目指してこの茶色を入れていく。これ私の肌と私好きな色だからこういうの。もうちょっと皆さんは普段会社とか、まあ、普段使いたいっていう時にはもうちょっと色味抑えたベージュ系でもいいと思います。ベージュとかちょっとオレンジ系とかで、忘れないように鼻筋の方もグッと入れてここに囲むようにしていきます。反対側もね。はい、次はダークブラウンです。メイクアップフォーバーのちょっとね、いつも使ってるパレットが破損したら番号が出てきました。98ってナンバー見えるかな、98だけど、ちょっとねこれね、ネットで探したんだけど日本ではね98という色がなかった。多分海外でなのか、もう相当古いのでなくなったのかもしれないので、とりあえずこういう、でもさっき言ったように薄いベージュ系をもっと使うのあれば、まあちょっとこのぐらいのねキャメル色のものを使って、細い筆、これはごめんなさい221です、マックの。これを目尻をちょっと色付けをしてからの、同じさっき引いたこのアイホールの上の部分、細い筆なのでこれで目を囲んであげるようにこういう風にしていきましょう。はい、次この白くブランケとか塗ってないここの空いてる部分に、前回第1話のねカドクリスではここにコンシーラーを塗ってはっきり白を目立たせるみたいな感じにしたんですけど、まあ普段なので、まあ、軽いカドクリスにするために白いただのマット、これね別に白をここに乗せなくてもいい。今度はねまた次回の動画とかでもご紹介していこうと思うんだけど、ここにゴールドのアイシャドウを塗ったりとか、いろんな色を好きな色を乗せて大丈夫なので、ママは今日は白を使っていきます。でこれさっき言ったメイクアップフォーエバー壊れたやつ03というマットの白を使ってつけていきます。この、ブラシは239というマックのものです。平たい、結構しっかりこれアイシャドウつくので、ここの白い部分に目を開いた時にこの白が見えるようなくらいまで白を、このねさっきのせたブラウンに重ねちゃって大丈夫なので上からなぞってこんな感じではっきり分かるかな。そうそうそう、まあ、カットクリスにね、こんな感じになりました。分かるかな。で下もこのキャメル、最初に使ったキャメルで目を囲むようにちょっとでもね目をね大きく見せるためにのせていきまして、細い、ブラシに変えて、さっきのダークブラウンをこの黒い目ん玉の半分ぐらいのところまでダークブラウンで変えていきましょう。こんな感じです。で上のアイライナーは、マックの、ブラックトリックといったこういったクリームのものでがっつり引いていきます。はい、こんな感じに引きました。次下のまつげです。でいつもメイビリンの、ボリュームマスカラを使って下のまつげを作っていくんですけど、今日は新登場スカイハイという、これもねメイビリン のマスカラです。ちょっと海外、日本はね販売してないみたい、なんか海外限定らしいけど海外の友達からいただいたのでこれを早速使っていきたいと思います。こんなねスカイハイの次はこんな感じで、ちっちゃめのブラシなので下まつげつけるときにはすごく楽かも。こうやってなんかこういう下まつげとか化粧してると鼻の下がどうしても伸びちゃうんだけど、これって私だけ伸びまくり。これはすごいボタクルフじゃないんだけど結構黒くガツッと仕上がります。はい、次は隙間をつけていきます。いつものようにトップシークレットさんの今日はイブをつけていきます。
たーん、着いたーん。 OK です。今日もモレモレです。次は、シェーディングハイライトチークしていきます。はい、シェーディングはいつものように、ベネフィットのフーラです。じゃーん。で、ブラシは、137老眼なんでね、すいませんこれを全体的にシェーディングをしてつけていきます。はい、すごい、こんな感じでがっつり引いていきます。で、ぼかしていきます。このね、ぼかしてるこの筆は100均、多分キャンディルかね、ダイソーどっちかで買ったんですよね。万能ですよね、今ね、100均ね。で、鼻の頭、この下の部分ね、穴のところにも黒く塗って、なおかつ小鼻で、私ここにさ、いつも紹介するときにパウダーつけてるんですよ。パウダー必ず皆さん叩いてくださいね、こうやってチークとハイライトする前に必ずやって、叩いてください。はい、チークは、マックのスモールシャドウのステンシル、オレンジ使っていきます。ほっぺのこのね、笑った刀のとんがった部分に大きいのくるくる上にスッと、こっちも真ん中にこのね、ペッパーとところに大きいのシュッリフトアップですよ、リフトアップ皆さん。で、ハイライトはマックの2色使いですね。ダブルグリームとシャットオブゴールド、あれちょっと分からないこれ、これこの2つをこの頬骨のところから上に、やっぱりこれもね、上に持ち上げてで、Dゾーンですね。で、鼻のところはも細いものに持ち替えて、鼻筋からのここくるくるくる、ちょっとなじませてあげるといいかな。で、目のところも、次リップ、リップ塗ったんだ、リップ塗っていきます。はい、次はリップです。リップはいつものように、マックのコルク、リップペンシルですね、コルクを使っていきます。コルクを使っていきます。はい、今輪郭を引きました。で、上の部分はやっぱり真ん中に線を入れて、この山のところを三角にこうやって、で、真ん中も手を引いてあげましょう。今日はマックのリップです。マックのリップ、これは、ネイキッドパッドっていうやつかな、これを直接直接塗りしていきます。はい、ママ完成しました。こんな感じで普段のカットクリース版をしてみました。多分それでも濃いよっていう人が多分いるかもしれないんだけど、おママにとってはこれは全然薄い、ただもう本当にアイシャドウだけで作ったものなので、もう普段バンバン仕事でもこういう顔をしてますけどね。皆さんも本当に何回も失敗してもめげることなく、練習して、こういったカットクリースに挑戦していただければと思います。今日の服装です。じゃーんじゃんじゃん。もう本当に休日スタイルです。オフの日はこんなラフな感じで、もうスウェット GU で買ったね、スウェットに H&M の T シャツで、これはもう何年も前に行ったアメリカで買ったジージャンジャケットです。多分メイシーズがどっかで買ったと思うんだけどね、こんな感じです。ショッピング行ったり、オフの日の過ごし方もね、ランチ行ったりドライブしたりするのが大好きです。こんな感じで、また皆さんのご要望があれば、またメイク上げていきたいので、いろいろどしどし DM ください。コメントもお待ちしています。今日もありがとうございました。じゃあね、ビバー。